ベラデミラ・デイロナコバ・ブラディミラド・ボージャーコバーは、チェコの政治学者。プラハ経済大学の国際関係学部、学部学部長で、チェコ共和国学術委員会委員長。2003年には、チェコ共和国で女性として、初の政治学教授に就任した。1976年から1981年に、かけて、プラハのカレル大学哲学部でロシア語と歴史を学ぶ。 反植民地闘争からブルジョア的憲法制度の形成へ1774年の第一回大陸会議における交渉から1791年の10項目からなる第一次憲法批准までの時期における合衆国革命の意義と目的の変遷というタイトルの学位論文でアメリカ合衆国の建国当時の出来事を対象に議論を行う1982年同大学にて 哲学博士となる。1981年から1990年の期間にはチェコスロバキア学術院オリエンタル研究所に勤務し1987年に博士候補の学位を取得した。当時はラテンアメリカ諸国の政治システムの研究に従事。ビロード革命後の1990年から1992年には国立法学研究所政治学評議会に参加し、 1994年からは、プラハ経済大学国際関係学部政治学科にて、教弁を取る。2002年からは、同学課長。体制転換や民主化における、移行政治や、比較政治学が専門。チェコスロバキアにおいて、学問研究としての政治学研究が始まったのは、1989年であった。それ以前の旧東側ブロックにおいて、この分野の、 学問研究は存在しなかった。ドボジャーコバーはかつてチェコスロバキア共産党の党員であったが、この理由については1970年代後半頃から共産党の内部から変化をもたらしたいという気持ちがあったからだと述べている。ありがとうございます。